無職歴6ヶ月25歳男性母と2人暮らしで親子ででダブル無職です大学を二浪しているので今年の3月まで学生でした作家志望で4月からはアルバイトをしようと思っていましたがコロナの感染が広がり緊急事態宣言まで出て外で働いて陽性反応が出たりして2週間隔離されてるとか考えられないので一層こと無職になることを決めました 母は去年離婚し今通信講座を受けながら翻訳で身を立てててることについい考えています。母は翻訳の僕は小説の勉強に取り組む日々です。給付金の10万円も本につぎ込み小説が書け次第新人賞に応募していこうと思っています。無職で追い込まれていますが希望は満ち溢れています。早くベーシックインカムが実現されたなと思う今日この頃です。 いやこのタイプの人ってあの、うん、夢見すぎだとは思うのね。いやはい、でで,でもあの成功例で「うん、ハリー・ポッター」の作者っていうのがいるんだよね。あなるほどああの。JK ローリングさんってもともとシングルマザーで生活成り立たなくて、まあ、イギリスでいう生活保護をもらってたのよ。はい、で生活保護をもらいながらなんかあの先生のパートかなんかやってうん、うん、でその時書いたのが「ハリー・ポッター」だったのよ。か うん、去年だがおととしの年収が120億円とかあるのね。1億円。一 <laughs> 年でね、1年で。一年で。だからその、多分まあ税金で50%ぐらい持って帰るんだけどさ、それと税金で60億円とか払うわけじゃん。うん、だから、もう生活保護費全然得してんのよ、イギリスは。だから、その、は<ぁ>それが分才のある無職ってその、まあ、大抵の人はだめになるんだけど、たまに本当に大成功する人がいるから。 その完全にこう失敗なのかっていたらそうでもないからまあ面白いからやってもらえるといいかなと思ってださっきの人もさ、うん、割と面白いなんか人の目を引く文章を書けるわけじゃん,うん、うん、なんかそういう人がちゃんと作品を世に出せるようになってくと面白いものが増えるかなと思いましたまあ確かにねそうやってベーシックインカムってそういうところにもしかしたら役に立つかもねって話はひろゆき前からしてるもんね切り抜き始めました、うん、チャンネル登録をねさす